ランキングをご用意いただきました。うん、松原さん発表お願いします。はい。打球速度が速すぎる選手、ベスト3! これ面白そうね。はい、ということで、打球速度が速すぎる選手、第1位をお願いいたします。広島の金本選手です。あー兄貴。そっか。うん。なんか、世代的に、はい、飯田さんの頃だと松井秀喜選手が、そうそうそう。来るかなと思うんですけど。松井君もすごかったんですけど、僕らの時はまだ、若い新人2年目ぐらいだったので、金本のね打球はえげつなくて、センターライナーだと思ったのがホームランになっちゃうぐらい、伸びライナー系で飛んでいくバッターって守ってるのは難しいんですよ。確かに金本さん打球めちゃくちゃ速いんですよ。だ前進してって頭抜かれちゃったことが一回あって、もう前のライナーと思ったらこのすごい上手い僕が7年連続どんだけすごいんだって話ですよ。いやすげえ。普通ありえないこうセンター前の角度なんですよ。はい、で前に行ったら後ろに抜かれちゃったって。いやすげえ。どんだけ伸びんだよっていう。いや金本のはもう衝撃でしたね。だフライで遠く飛ばすとか、はい、人は、まあ、結構言うんですけど、外国人の選手とかそうですもんね。ライナーで飛ばすっていうのは相当スイングスピードとパワーがないと無理なんで。そうなんですね。はい、まあ、金本選手の時のこの守備位置とか、うん、どのあたり守ってたとかそういうのってあるんですか？そうですね、まあ、金本選手の時は、ええ、やっぱりあの事件があってからその事件前行ってからのですね、ちょっと後ろに守るちょっと警戒したようになりました。はい、その金本選手、はい、打球速度すごいのに、100ん違う1002打席、はい、併殺なし、うん、これもう足の何なんですかね。これはですね、うん、あの普通のバッターであれば、はい、凡打してダブルプレーになってしたら諦めてしまうんですよ。ああゲッツーだとね、打った瞬間にちょっと打った瞬間ああゲッツーになっちゃうっていうのを、金本選手は絶対ゲッツーならんぞって走るのでこんだけ打席を積み重ねれたという。それでそんだけ全力疾走する方で怪我もなく、いや本当にね。では第2位お願いいたします。2位はやっぱり松井秀喜選手。ああ、そうか。そうなんですね。今ゴジラと言われてますけど、打球は速いですよね。やっぱそうなんですね。どのあたりがすごいですか。もうシンプルに速度。スイングスピードと、はい、打球のなんていうんですか、飛び出し角度っていうんですかね。たまにこうボンって打ち取った。だろうっていうのでも入っちゃうじゃないですか。ああ、ありましたね。やっぱパワーがやっぱすごいんだと思うんですよね。でもなんで1位にしなかったっていうと、はい、頭越されたことがなかった。ああ、よっぽど衝撃的だったんですね、金本選手の。でも実際すごいです、やっぱり松井君の打球はね。はい。松井さんの打球で特に忘れられない打球とかって、うん、いやもうね初ホームランの時ですよ。あのね高津投手が野村さんにインハイ投げろ、はい、松井来たらインハイ投げろって言われたんで、はい、言ってたんで、はい、僕も見てたんですけどセンターから、はい、あインハイ行ったと思ってカーンって打ったら、ね、はい、1号を僕は目の前で見てるので、まあ、こいつすごい選手になるなっていう感じはしましたね。よく見ますね。確かにあのホームランか、はい、あれはもう、まあ、1年生ですからね。そうですよね、はい、インハイどんだけ対応するんだっていうのを多分見たかったんでしょうね。あその松井選手の打席とかでこう、はい、手が守られててこう、うん、飛んでくるなとかって思ったら、いやそれはもう全くないです。飛んでくる、あすげえ、さすが名手。僕はもう飛んでこいと思ってたら負けですから。ああ。でもその金本選手の一件の時はやっぱり
そこからは飛んでくるなってちょっと思ったりは。それはもうないです。もう一回のミスでもうミスせんぞっていう。わあ、これですよ。絶対俺やったら飛んでくるなって思う。よくもうノーヒットノーランとかパーフェクトゲームとか、はい、よく飛んでくるなと思ってましたとか言う人いるじゃないですか。はいはい、本当にそう。何を考えてんのっていう。ああ、やっぱ気持ちや考え方だとプロ中のプロなんですよね。うん。では第3位お願いいたします。はい、覚えてるかな、タイロングッズって言ったんですけど。タイロングッズ。横浜から中日行った人、ね、はいはい。あのバッターも。もうよくファミコンでバントしてホームランとかありましたね当時、はい、あんな感じですコスって打ったら、はい、ビャーンって飛んでっちゃう。それは詰まってたりしても、ね、もうバーンと、いやあのね本当にねトスバッティングぐらいのちょんって打っただけでビャーンって飛んでっちゃうんで。なるほど。ってことはちょっとミート重心ぐらいでも、いやでもあ懐かしい、すごい強い打球が、あ、覚えてるわ。この映像もこれもこれやばいっすよ。そう、当たって場外、そう、場外ですか。思いっきり振ってるように見えないんですよ。振ってないですね。何これ、ティーバッティングや。こんなやったで。これ場外です。場外ですもんね、これ。よくなんか強く振ろうと思って飛んでいく人はよく見るんですけど、コツンってやって、ビャーって飛んでっちゃうっていうのは。ウッズ選手ぐらいしかいなかったかな。以上、打球速度が速すぎる選手ベスト3でした。ありがとうございます。面白い、いい話聞けたね。これ3位ぐらいにガルベス入ってくるのかなって思ったりしたんですけど、あの時の満塁ホームラン2本とかちょっと結構印象的だったんですけど、横浜の場外とかはすごいと思うじゃないですか、はい、もっとすごいのが、はい、神宮球場の一番上の通路までガルベス飛ばしたんです、はい、結構ありますよ、だってあそこ。いや、だから横浜なんか結構出るじゃないですか、はい、神宮の一番上の通路って見たことないですよ。ナイス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 。いや、すごかったですよ。いや、ガルベスすごかったんですか。はい、はやばいです。すげえ、神宮の一番上やもん。はい、まあ、現役ですと、はい、今の選手ですとソフトバンクコーチ時代に柳田選手とかご一緒されてたと思うんですけど、やってますね。柳田選手の打球速度とかはいかがでしたか。そうですね、あいつの打球はですね、めんどくさいんですよ。めんどくさい、守備からするとドライブがかかってるよね。ちょっと難しい表現すると、はい、崩されて、はい、ホームランとかあるじゃないですか。あります、あります。はい、クソ詰まってクソ叩きつけてホームランとか、あります、あります。バット折ってもホームランとかも、守ってる野手としたら、はい、打ち取ったと思うんですよ。そうです、ね、守備の人は、はい、そうか、だからオッケーオッケーオッケー、ああっていう感じになっちゃうんですよ。そっか、じゃあやっぱその守備の人は打った瞬間もやっぱ見てるってことなんですね。打ち取ったと思うんですよ、やっぱ形とかね。あ、そっか、あ、なるほど。あ、よし、打ち取ったら取れるなと思ってるのが入っちゃうんで、うわっ、めんどくさいんですよ。これすごいな、ね。めんどくさいって表現はむず、まあ、適当じゃないかもしれないですけど、めんどくさいんですよ。いや、やっぱそんな。たまにその超高校級の選手が、うん、高校時代にそういうのをたまに聞くよ。はい、プロに後に行く人が、うん、こう打ち取ったと思ったら入っちゃったとか聞くけど、うん、プロ同士でそれが起きてるっていうのが。だから本当にピッチャーのリアクションが面白いですよね。ああ、こう柳田選手の変な格好で打ったホームランで、行っちゃったのみたいな。よく顔してますよね、ピッチャーがね。確かに、ピッチャーって結構ね、ああ、行かれたっていうのは分かるんですよ。でも柳田選手の場合は、よし、打ち取ったぞ。みたいな。そういう表現がぴったりだな、というのはありますね。